鑑識ホロデッキとは、最新のバーチャルリアリティ装置を使って仮想的に再構築した犯罪現場を歩ける技術です。あらゆるタイプの 3D スキャンを使っていて、体は CT や MRI、 犯罪現場はレーザースキャンで計測します。ご覧になっているシーンは、警官が麻薬取引人を逮捕しようとしたところです。男が銃を突きつけて撃ち始め、合計7発撃ちました。即座に男と警官でもみ合いになりました。弾丸がどこを通るかが明らかです。通常、犯罪現場のワンフレームだけ、特定の一瞬のシーンだけを再構築します。アニメーション作るのは普通避けます。そういうのはアーティストが自己表現をするためのもので、偏見などが入りますから。これはすべての事件に求められているのではなく、まだ未解決の問題がたくさんあり、偏見を加えている可能性もあります。ですから、被害者の視点から犯罪現場を見る裁判官は別の決断をするかもしれません。